せっかく食べたいなったら食べてな、うん、はい、どうも、カズマリオです。今回はですね、石川県の金沢市に来ております。市場みたいなところです。なるほど、何の市場ですか。わかりません。はい、はい、ということでなんかね、食べ歩きしたいですね。隣にも。なるほど。いや、なんかこんなもんじゃなかったで。そうなん、うん、もうあっちにもいっぱいあった。海行きたいね。何食べたい。大トロ丼食べ歩きやって今日。じゃあ、伊豆は牡蠣が食べたいです。また昨日食ってたやん。そうなん、別に何個食べたっていいよ。どれがいい。握りで。あ、お、握り。熱くなかった。どんな感じ？めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。いや、あかんやろ。それでも。いただきます。やばどうした。めっちゃイズが似合ってね。はい、めっちゃ美味しいやん。バリフレッシュやん。なあ、じゃあ、かーくんがバリフレッシュ。めっちゃ美味しいやん。全部あげるわ。ちょっと待って、かーくん食べれへんやん、また。そうやで。かわいそすぎる。そんなかわいそすぎるやろ。もうレモンで食べた。もうでは、はい、いただきます。いつぶりですか、牡蠣食べるのは。牡蠣いつぶりやろ。結構小学校の時ぐらいは食べてたような気がするんだけど。え、それぶり。いや、それぶりではないと思うけど、まあそんなに食べてもな。そんなにって言えば嫌いやから。なんで食べるん。分からん。なんで食べるん。このプリプリとした身、いただきます。もう一個食べていいよ。いや、もういい。どうして。いや、もう全然一個でいい。これ4つだよ。はい、1000円ですね。そうですね。安いかな。どうなんやろ。せっかく食べたいなったら食べてな。はい、全部お願いします。すげえ。ん、大きいな、なんか。なあ、めっちゃ大きい。先にレモン、その後に温度。めっちゃ重たい。重たい、うん、いただきます。出た、800円の牡蠣は。数杯です。やっぱね、あの焼き牡蠣よりね、うん、生食べた方がいいんですって。なるほど。新鮮やからこそ。めっちゃ美味しい。どっちがいい。じゃあ、紅ほっぺの。じゃあ、紅ほっぺです。紅ほっぺ。やっぱ2人で1本ずつ食べるのは2つで600円に。
とする。じゃあ1本ずつ食べよう。じゃあ1本ずつ食べよう。ありがとうございます。じゃあ俺甘王にしていい？いいよ。あーなるほど。え、どういうこと？ありがとうございます。いやいや、ミルク好きだったらこれ。え、かけたいです。あ、かけたい。いや、全部にかけないでね、最初だけこう、気が本来ないし、下にもかけたら。よく言ってない。はい、食べてみて。おいしい。違うんですか、やっぱ味。一個交換しようよ。あ、オッケー。おいしい。もっとおいしい。おいしい。ごちそうさまです。どうない？すごい。なんでいつその端っこ寄るん？なんで端っこに寄るん？風間さん、今は何持ちですか？ビーフカツサンドです。ビーフカツサンド、一箱ですね。2000円のビーフカツサンドを買ってまいりました、はい、今。開けてみてください。はい、どーん、やばー、無駄遣い。では、いただきます。いただきます。うますぎ。うますぎ。なんかね、中が、中のお肉がめっちゃレアなんですよね。だからね、1時間以内やったっけ、うん、1時間以内に食べてくださいって言われました。もうほんまに美味しすぎる。みんな食べてほしい。ただ口の中見えた。何口の中見えた。なんでさっき近いって言った時のこの口の中。